源氏物語母木木光源氏素晴らしい名で青春を盛り上げてできたような人が思われる。自然奔放な公職生活が想像される。しかし実際はそれよりもずっと地味な心持ちの青年であった。その上恋愛という一つのことで後世へ自分が誤って伝えられるようになってはと異性との交渉を随分内輪にしていたのであるが、ここに書くようなことが伝わっているのは世間がおしゃべりであるからなのだ。自重して真面目な風の源氏は恋愛風流などには遠かった。公職小説の中の片野の少将などには笑われていただろうと思われる。中将時代には主に宮中の殿居所に暮らして、時たまにしか舅の左大臣家へ行かないので、別に恋人を持っているかのような疑いを受けていたが、この人は世間にざらにあるような公職男の生活は嫌いであった。まれには風変わりな恋をして、たやすい相手でない人に心を打ち込んだりする欠点があった。梅雨の頃、帝のご謹慎日が幾日かあって、謹慎は家へも帰らずに皆とのいする。こんな日が続いて例の通りに源氏の御所住まいが長くなった。大臣家ではこうして途絶えの多い婿君を恨めしくは思っていたが、やはり衣服その他贅沢を尽くした新調品を御所の切壺へ運ぶのに産むことを知らなんだ。左大臣の子息たちは宮中の御用をするよりも源氏の殿居所への勤めの方が大事な風だった。そのうちでも宮様原の中将は最も源氏と親しくなっていて、遊戯をするのも何をするにも他の者の及ばない信仰ぶりを見せた。大事がる舅の右大臣家へ行くことはこの人も嫌いで、恋の遊びの方が好きだった。結婚した男は誰も妻の家で生活するが、この人はまだ親の家の方に立派に飾った居間や書斎を持っていて、源氏が行く時には必ずついて行って、夜も昼も学問をするのも遊ぶのも一緒にしていた。謙遜もせず敬意を表することも忘れるほどぴったりと仲良しになっていた。さみだれがその日も朝から降っていた夕方、天井役人の詰所もあまり人影がなく、源氏の切壺も平勢より静かな気がするときに、火を近く灯していろいろな書物を見ていると、その本を取り出した置き棚にあったそれぞれ違った色の紙に書かれた手紙の殻の内容を当の中将は見たがった。無難なのを少しは見せてもいい。
見苦しいものがありますから、と源氏は言っていた。見苦しくないかと気になさるのを見せていただきたいのですよ。平凡な女の手紙なら、私には私相当に書いてよこされるのがありますからいいんです。特色のある手紙ですね。恨みを言っているとか、ある夕方に来て欲しそうに書いてくる手紙、そんなのを拝見できたら面白いだろうなと思うのです。と恨まれて、初めから本当に秘密な大事の手紙などは、誰が盗んでいくか知れない棚などに置くわけもない。これはそれほどのものでないのであるから、源氏は見てよいと許した。中将は少しずつ読んでみて言う。いろんなものがありますね。自身の想像だけで、誰とか彼とか筆者を当てようとするのであった。上手に言い当てるのもある。全然見当違いのことを、そうであろうと深く追求したりするのもある。そんな時に、源氏はおかしく思いながら、あまり相手にならぬようにして、そして上手に皆を中将から取り返してしまった。